細野秀雄博士は1953年埼玉県川越市で生まれました。澄んだ川やのどかな田園風景が広がる豊かな自然環境の中で育った博士。しかしいつも心惹かれたのは、ありふれた自然よりもガラスや水晶など透明な人工物でした。中学時代は化学部に所属。水を電気分解することにより燃焼物である酸素と水素ができることを実験で知り、衝撃を受けます。また全ての物質は108の元素の組み合わせでできていることに驚きを受け、ますます化学への興味を深めていきます。一刻も早く化学の専門教育を受けたい、そう考えた博士は普通高校へは進まず、1969年東京工業高等専門学校に進学。ここで恩師宇井拓司先生とその兄宇井淳博士と出会います。校外研究家であった宇井淳博士の公開講座を手伝ううちに、社会に存在する問題について考えるようになった博士。この頃井本稔博士のナイロンの発見を読み、世の中に存在していなかった全く新しい素材が広く人々の役に立っていることを知り、感銘を受けます。そして社会のさまざまな問題を解決する新しい素材を開発したいと強く思うようになります。1973年宇井博士兄弟の勧めもあって、本格的に化学を学ぶべく東京都立大学工学部に進学。当時研究助手であった川添博史博士の指導のもと、ガラスの構造研究に取り組み、博士号を取得します。1982年名古屋工業大学へ移った博士は、ガラス研究の専門家阿部義弘博士の助手として研究生活を開始。その後高純度シリカガラスの構造研究とセラミックスの研究により大きな成果を上げます。そして1993年恩師川添博士の呼びかけにより、東京工業大学工業材料研究所の助教授に就任。新たな研究開発に取り組みます。この当時透明や白色の酸化物は絶縁体で、電子機能材料には向かないと考えられていました。その一方で液晶ディスプレイや太陽電池などの普及により、光を通す透明な電極のニーズが高まっていました。入手しやすい材料で社会のニーズに合う素材を作り出せないだろうか。博士が注目したのは透明なガラスの半導体のナノ構造でした。博士はガリウムや亜鉛、インジウムなどのナノ構造を改変。そうして作られたアモルファス酸化物は空間的広がりがあるため電子の移動が大きく導電性があることを実証したのです。その後この酸化物によって透明アモルファス酸化物半導体を開発。世界で初めて実用化されたこの酸化物半導体はイグゾーとして知られ、パソコンやスマートフォンなどに広く搭載され始めています。細野博士が長年追求してきたもう一つのテーマ、それは地球上に豊富に存在しセメントの材料となるカルシウムとアルミニウムの酸化物 C12A7 の電子機能の探索です。博士は絶縁体であるこの酸化物の構造がナノサイズのカゴ状の骨格で構成されていることに注目。カゴの中にふわっと入っている酸化物イオンを電子に置き換え、新しい物質を作り出しました。エレクトライドと呼ばれるこの物質は金属のように電気をよく流し電子を放出しやすい性質を持っている。そのことを博士は見出しました。
次に博士はエレクトライドのこの特性を生かし、常温常圧という条件でもアンモニア合成の触媒として利用できることを実証します。金属元素の一つルテニウムのナノ粒子を乗せると、そこに水素と窒素が吸着。水素は2つの原子に分かれ、エレクトライドのカゴに入り電子と結合します。次にエレクトライドからルテニウムを介して電子が移動し、窒素の結合を切断。2つに分かれた窒素は水素と反応し、アンモニアが生成されます。さらに博士は超電導においても新たな材料を生み出します。これまで磁性を持つ元素である鉄は超電導には向かないと考えられてきました。これに対して博士は層状の結晶構造を持つ鉄とヒ素と酸素の化合物を検討します。その酸素をフッ素で置き換え、それにより生まれた電子が加わることで鉄の規則的なスピン配列が崩れ、磁性が消滅。この化合物が超電導となることを発見します。2008年、この研究が論文発表されると世界中で大きな反響を呼びます。論文の引用件数は249回にも及び、この年世界第1位となりました。長年にわたる博士の研究生活は家族によって支えられてきました。恵美子夫人とは1986年に結婚、1991年愛娘奈穂さんが生まれたことをきっかけに、次世代に役立つものを作る使命感を強く意識するようになったと博士は言います。電子の性質に注目し、それを半導体、触媒、超電導という3つの機能に生かし生み出された材料は現在さまざまな機器に応用されています。世の中に役立つ新たな材料をいかに作り出すか、自らを材料科学者と呼ぶ細野博士の今後の研究に熱い視線が注がれています。川越の豊かな自然の中でのびのびと少年時代を過ごした博士、青々とした田畑や澄んだ川の水は透き通ったものへの憧れを育みました。きらめく透明なガラスの先に見える情景は未来に向かって受け継がれる博士の思いへとつながっていきます。研究の土台となるのは基礎的な学力と応用力です。成功するかどうかわからない驚きがあってこそ研究のしがいがあります。とにかく諦めないことが肝要です。たとえ失敗してもそれによって当事者になり見える景色が違ってきます。確実に結果が出るテーマと不確定なテーマを持ってください。常識にとらわれず動機を維持することが次の展望へとつながっていきます。